皆さんはじめまして、ゆきと申します。今日からですね、喫煙動画ということで、やっていきたいと思います。僕はですね、3ヶ月前ぐらいからかな、タバコの値上げ増税ですね、増税後ですね、始めた、喫煙者なんですが、3ヶ月前ぐらいから吸い始めまして、結構タバコのね、種類が豊富なんで、それにちょっと釣られたというのもありますし、他のね、仕事の、他のそのね、同僚の方が結構っていうかほぼ全員吸ってまして、それでかなり匂いとかにもだいぶ誘われたというか、そういう感じでですね、吸い始めたんですが、一応ね、タバコ好きの一人として、動画でも上げようかなと思ってですね、上げてみたんですが、もしそんなに、需要がないんでしたら、これ以降は、やらないという感じにはなるとは思うんですが、一応ね、テストとして、上げてみました。はい。それでですね、バット好きの、僕なんですが、はい。バットというのがですね、知らない方のために、説明するとですね、このゴールデンバットという、銘柄のですね、タバコなんですけど、これの、これをバットとかって短縮して言ったりしてるんですけどね。これが、現在の日本で一番、安いタバコですね。20本入りで200円という破格のね、安さ。で、さらに美味しいっていうのが、ありまして、僕はかなり愛飲してるんですが、はい、愛煙か、はい、してるんですが、このね、タバコの特徴としてはですね、このように、両切りタバコといってですね、両方が、普通のタバコで言えば火をつける場所というか部分になってまして、フィルター口に加える部分が一切ないという感じになってます。それでですね、その分も安いんでしょうけど、よくわかりませんが、だいぶ安いですね。だいぶというか普通のタバコの2分の1ぐらいの値段です。そうですね、このゴールデンバットというタバコが出たのが100年以上前ですね。確か100年以上前だった。かなりの、老舗のタバコですね、これは。説明は、あと、タールが、タール値とニコチン値を一応言っておきます。タールが、18mg。ニコチンが 1.1mg ですね。はい。そういった、割ときつめなね、感じになってます。はい。第1回目の動画としてね、一番僕の好きなタバコのゴールデンバットというのを選んだわけなんですが、他にも結構安いタバコ、安タバコという、250円以下とかね、のタバコは結構持ってますね。はい。若葉だったり、バイオレット、ウルマ、あとは、新生とか、ですかね。はい。そういったものは結構揃えました。近くのタバコ専門店というか、タバコ屋にですね、売ってましたんで。それでちょっとね、興味持って、いろいろ買ってみたんですが。やっぱりね、タバコはもう、だいぶ高いんで、そこまで、手を出せないっていうのはありますね。ただ、僕はそんなにね、吸わないというか、全然吸わない方なんで、僕
僕はですね、1日に2、3本、まあ、吸っても4本ぐらいしか吸わないんですよ。まあ、ちなみに、うちでしか吸いません。基本的に外では吸わないという感じになってますね。まあ、外で吸うと、やっぱりかなりね、いろいろ言われてると思いますが、まあ、煙がね、その、他の人、まあ、吸ってない人とかの迷惑にもなったりしますんで、まあ、そういったね、マナーはちゃんとね、守ってやっていってますけども、はい。まあ、ということでね、ここら辺の前置きは、まあ、ここら辺にしといてですね、まあ、実際に吸ってみたいと思います。まあ、僕はね、タバコは基本的に、こういった見えるかな、こういったジップロック的なものにですね、入れて保管しております。まあ、こういった方がなんか一応、まあ、賞味期限とかっていうあれもありますんで、まあ、一応ね、うん、そういったものに保管してます。それでですね、両切りタバコはね、まあ、吸うのがちょっとこのまま吸っちゃうとね、やっぱり口に葉っぱがね入っちゃうんで、基本的に僕は、吸いません、そのままでは。まあ、そのまま吸ってる方もいるとは思うんですけど、ですね、まあ、こういったですね、シガレットホルダーというものに挿して吸うと。まあ、これは全部、一応持ってるのが全部で4本ですね。テラサキという、カタカナでテラサキという会社の、シガレットホルダーですね。まあ、全部でこの持ってるのが4本ですけど、同じのがダブってるんで、まあ、3種類ですね。あります。まあ、よかったらね、興味あったら、結構安いですね。2000円で送料無料で、1本500円ぐらいなんで、結構安いです。ということでね、この、テラサキの今日は、まあ、基本的にこれ使ってるんですけど、エジェクターというものですね。両切りタバコを吸うときに、ワンタッチでね、灰皿をポコッと出すような、ポコッとね、出るタイプの、エジェクターというものです。これで吸っていきたいと思います。まあ、あんまりね、僕自身そんなに吸ってる、まあ、ヘビースモーカーでもないので、あんまりタバコの味はね、うまいかまずいか、香りがいいかぐらいしか、僕、わからないんで、そこら辺はご了承いただきたいと思います。まあ、今日もなんだかんだ言ってね、ちょっといろいろ買ってきたんですけど、欲しかったタバコを、ホープと、何つったっけな、ハイライトと、アメリカンスピリット買ってきたんですけどね。まあ、うん。まあ、まだ吸う気はありませんが、はい。まあ、この動画でね、まあ、吸ってもらいたいとか、そういった、まあ、ご要望があれば、ぜひね、コメントしていただけると、まあ、次の機会とかに吸うかもしれません。まあ、一応ね、そういったコメントをいただけた場合は、まあ、やっぱり、味わいたいというかね、お気に入りのタバコを吸ってみたいとかっていう、皆さんいろいろあると思うんですけど、うん。やっぱりね、ゴールデンバットはやっぱきつめなんですよね。うん。きつめなんで、まあ、このシガレットホルダー、
の中にですね、フィルターみたいなのが入ってるんで、それでまあ、タールだったりとか、ヤニを除去してくれるんですが、こういうのないと、やっぱりね、初心者の僕にはね、頭がクラクラしてくるという、ね、そういうね、不具合があります。まあ、なんて言うんだろうな、この味とかっていうのを、感想をまあ言えとかって、いう感じだと思うんですけど、基本的に、うん、美味しい。うん。200円でこの美味しさだったら普通に、OK みたいなのがありますよ。普通のタバコは410円とか440円とかってしますけど、それの2分の1以下で買って、これほどうまいんだったら、うん、まあ、それが、まあ一番の、このゴールデンバットっていうのが一番好きな理由ですね。うん。美味しいですね。やっぱり吸って、なんていうのかな。